ダニエル・ロステンは、スウェーデンのヘビメタルミュージシャン。ブラックメタルの分野で活動しており、フューネラルミストにおいて、ボーカル、ギター、ベースを担当する、フロントマンであり、トライオフギターで、ボーカル、ギターを担当している。この2バンドでは、アリオクというステージネームを使用している。また、2004年より、マーダックのリードボーカリストとしても活動しており、こちらでは、 モルトゥースというステージネームを使用している。音楽活動に加えて、ホーリーポイズンデザインというグラフィックデザイン会社を経営している。1993年からウィンズというソロプロジェクトを立ち上げる。しかし、このソロプロジェクトはデモテープ等をリリースすることもなく、その後消滅している。1994年夏にベーシストとしてフューネラルミストに加入。 アリオクというステージネームを使い始める。1995年にファーストデモテープ、プロも95、セカンドデモテープ、ダークネスのリリースを行うが、1996年夏頃までにアリオクを除くメンバーが脱退し、同年夏から秋にかけてレコーディングされた、サードデモテープ、ハボックは、アリオクが、ボーカル、ギター、ベースを兼任し、新加入した、ネクリモーバスが、 ドラムセットを担当した。1997年からは、トライオフイターというブラックメタルバンドに加入し、ボーカルとギターを担当する。また、フランスのアンティアスの楽曲、サンクトゥスの作詞を行っている。2004年から、リージョンの脱退したマーダックに公認として加入。ナインスアルバム、プレイグエンジェルから参加した。 マーダックの中心人物であるモルガン・ホーカンソンはトライオフ・イターの楽曲ヘレルズ・オブ・ペスティランスの作詞を行っていた。マーダックではモルトゥースというステージネームを使用している。モルトゥースはマーダックでは前任のリージョンとは明らかに異なったボーカルスタイルを用いている。これはホーカンソンがロステンに電話で加入の連絡した。 フューネラルミストにおける彼のボーカルとしての技能による。熟慮の末、ロステンは、奉還村のオファーを受け、マーダックに加入した。前任者のリージョンとは、対照的に、奉還村は、ロステンは、マーダックの歌詞への彼の熱意を共有していたと語った。それは、特に聖書の説は、第三帝国史、第二次世界大戦のような問題の題材によって、構築された歌詞である。 2012年には、フランスのメリマックのアルバム、ザエコーザルマスにゲストボーカルとして参加した。メリマックのメンバー、パーバーセファイアーは、ロックハード氏の記者、ヤンジャエジュケに次のように語っている。メリマックは、メリマックの作品のいくつかとモルトゥースの参加する、マーダックの少なくとも快適なもの、と比較した。彼の名前を有名にするために使いたくなかったので、彼は、 アルバムのブックレットには述べられていないフューネラルミストディスコグラフィーを参照。ありがとうございます。